三振電機映像システム映像部の岩下です。よろしくお願いします。今回はですね、携帯回線ライブ中継システムのご紹介です。携帯回線を使ってですね、簡単に手軽に映像配信をするシステムになっております。送信機の方にですね、NTT ドコモであったり、あとソフトバンクであったり、イオンモバイルであったり、そういった、携帯回線を入れまして、あとは映像信号を入れまして映像配信するシステムです。日本全国、世界でも使えるんですけれども、一応携帯回線が通じる場所であれば手軽に映像配信をすることができます。で、今ちょうど映っている映像がですね、実際中京テレビ放送さんの方でですね、使用していただいた時の映像になっております。台風中継の取材だったんですけれども、実際の中継車でも中継車の方でアンテナが立てられない、風が強すぎて使えなかったんですけれども、携帯回線配、簡単に中継できるシステム、ライブビューを使っていただけると、どんな場所からでもですね、天候に左右されず映像配信することができます。新製品といたしまして、今はですね、バックパックタイプの LU60 という、システムなんですけれども、新しい装置で LU40 というものもですね、参考出展しておりますので、見ていただければと思います。三振電機ブースではですね、さまざまな映像関連の商品を扱っておりますので、また明日明後日とまだ開催しておりますので、ご覧になっていただければと思います。よろしくお願いします。